どうも皆さんこんにちは、ラファエルです。本日皆様にご報告させていただきたいことがございます。実は私ラファエル、この度スロット映画出ます。ありがとうございます。すいません、交換ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ですね、僕以前にですね、去年の1月頃ですね、お金がなくなりましたとか、家族がね千葉に引っ越しますとか、僕がね港区3万7000円の家賃のところに住みますとか、まあ、いろんな演出ありましたけど、実はねこれもそれも全部今日のこの発表のためにいろいろと試行錯誤してやってきた一環でございます。約2年前、なぜ急にラファエルパチスロ営業行き出したんだと、どうしたんだラファエルと言われましたよ。柴田さんにもこっちの畑勝手に来んなとか、いろいろ言われました。ああだからいろんな人に言われました。お小遣い制になったとか、わけわからんことになってました。いろんな演出しましたけど、これも全て3年前のプロジェクトから始まったことなんですよ。分かってくださいよ、エンターテインメントだってあんな稼いで簡単に金なんかなくなるか考えてわかるやろ。 YouTuber で俺より稼いでる積みたことないんじゃ。ボケ。あのね、この発表ね本当にずーっとしたくて、ずーっとずーっとしたくて、うすうすね僕のあのパチスローの営業とか行ってる先のね、あのパチンコ動画チャンネルあるんですけど、そういうの見てる方はねうすうす感じ気づいてたと思います。はい、本当にねスロット台が出ます。でスロット台なんですけど、上場企業様とコラボさせていただいて、会社様の人気機種の、シリーズ2に私がちょっと出るっていう形で、いやちょっとどころじゃないですね、3年前からずっとやってたっていうのは、もう大体こういうプロジェクトって始まったら 2,3 年かかるんですよ。発表もできないんですよね、いろんな兼ね合いで。でやっと今回動画を撮らせていただいたと。なのでちょっと回想シーンの方でですね、もう今いない、子マネージャーたちもね出てくると思うんですけど、まあ、ちょっとね見ていただきたいと思います。これリアルに1から開発、もう一度繰り返しますけど、1から開発だともうとてもじゃないですけど1年とかできるんですか？そうですね、やっぱ2年ぐらいは最低でも2年。だからそこの今もうすでにある機種の完了間近のところに、例えば僕がちょっとだけ入るみたいなことだったら、ダブルアタックセンチャー、はい、オリジナルキャラクター、はい、もうちょっとなんか大きなねエッセンスっていうか、なんか加えられないかななんて、まあ、思ってた部分があったんですよ。実はそんな上場企業いきなり来ていきたいんですけれども、やっぱり逆にオリジナルなので、はい、ラファエルさんに入ってもらえる可能性っていうのはある。これもうほぼほぼ確定の流れのトップなんですよ今こんなことありますよ、いきなり来て商談一発目で、ね、ちょっと自分の台ほんまに持ちたいなと思います。ちょっと本当に前向きに、前向きに確定ね です。ちょっとね、どっから撮って始めていいかわからないんで、はい、おそらくこれが最初のオープニングではないとは思うんですよ、はい、今スタジオの方に、撮影できてます、はい、来たことないスタジオですね。めちゃくちゃでかいです。すごい話ですよ。すごいっすよ、マジすごいっす。あのね、下でもちろんね機械を作ってっていう中でね、どうなってるかわかんない。一応言うと2年前です。これ多分皆さんが見てる2年前です。これ言えないんですよ、その業界のルール的にね、はい、それだからずーって言ってなかったんですけど、はいはい、だからまあどんな編集になってるかわかんないです本当に、はい、もう楽しみです。こっから俺ら2年後何してるかわからへんね。いやそうっすね、だってゆうたくんだって前俺のとこ来てくれたってさ1年もおらんかったろ。まあまあそうっすね。やろ、はい、2年後やで。確かに確かに結構すごいくない？まあまだ別の前じゃなくて可能性も毎年一人やめるからなはい、皆さん協力ご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、はい、参りました。ありがとうございます。一回ちょっと動きだけ見ていいですか？はい、はい、はい、下がります。このまま終了か？もう一度もらいます。このまま終了か？このまま終了か？このまま終了か？はい、そんなに振らなくても大丈夫なので。あ、本当ですか？はい、ちょっと疲れると思うんで。ちょっとクライアントの方が来てるんで。ありがとうございます。クライアントさん向けに。ありがとうございます。フィフスアタック、シックススアタック、エイトスアタック。ちょっと苦しそうかな。もうちょっとスッキリ言えると。エイトスアタック。ありがとうございます。テンスアタック、モアアタック、ジャックポット、おめでとう！コングラチュレーション。コングラチュレーション。あなたの決断で未来が変わります。さあ、逆行の時こそ。冷静沈着に行動せよ。コングラチュレーション。で早速レバー叩いていただくと始まります、はい、パ
大炎上、はい、で大炎上、うわいいワードからもういいわこれ見てやばい見え方悪いな同じく一番いい状態に来るようなそういった役割として、はい、手柄自体にも採用させていただきます他のメーカーさんのスロットとかだと複雑な内容が多いんですね。はい、そうですよね。はい、以前の動画でもおっしゃられた通り、はい、シンプルな内容、はい、普段パチスロ打たない方を引き込めるかっていうところに、はい、これラファエルさんのお力をいただきたいというのもありまして、はい、ゲーム性自体も非常にシンプルになってます。このぐらいの方が正直いいですね。はい、そうもうややこしいですよ、画面全部で。もうこんな辺に顔があったりとか、もうこんなレバーあったりとか、もうレバーもこうなったらややこしいですもんね。はい、2分の1で当て続ければ勝てる状態っていう、バトルアタックという風になって、はいはい、2分の1の状態に行きますので、しばらくちょっと見進めていただけたらと思います。まずここでどのぐらいのゲーム数を最初に載せるかっていうのを決めます、はい、でそれがどんどん倍々に上がっていくっていうゲーム性になっています、はい、まあ、今回は一番小さい5なんですけども、はい、それを2択を当てられればこの5が10、20、40、80、80、どんどん増えていくっていうのがこれが2択のチャレンジですね。で真ん中からまずは押していただいてどちらを選ぶか、これがご説明にもありました。これが2択の2択です。当たるとこの真ん中のドルが揃いますというところです。あ、失敗です。なるほど。これが一番緊張の状態になるんですけども、はい、ここでラファエルさん。うわー。おタイプアップチャレンジ。うわ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 。この後発生する2択に正解すると、はい、ラファエルさんの登場とともに、はい、いわゆる300ゲームとかなんですよ。やばいですね。いや、本当に下手したら立ち続けたらやばいですね。その通りです。ここを当てられるか当てられないかでデッドオアライブになります。でここでずっと登場してくるのが、うん、うわ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 、ここから生まれ変わるのか、このまま、うわ、これも俺の声やもんな。ちょっと分かりにくかったけど、え、何すか、これ僕の声ですよね。ほんまにいや、マジほんまにマジで。うわー、すごい。どっちだねってやつですよね、これ。そういうことですよね。なるほどな。だから次からパチンコ営業行くときはもう代が入ってないで行かないっていうこと。我々も頑張って販売しなきゃいけないところ。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございます。そんな形で、スロット台が出ます。今までね、パチンコスロット、そういう遊戯台で遊んだことがないっていう方は、ホールの方にね足を運んでいただいて、まだねどちらの店舗に置くとかっていうのもまだまだ全然今からこう営業していって台を下ろしていくっていう段階にはなりますので、どこに行ったら打てるのとかそういうのは僕自身もまだ分かってないです。ローンチできるのがこの動画を機にということだったので、こういった形で動画撮らせていただいてます。もう今後、僕の台置いてないところに、スロット営業行きません。それ大丈夫ですか、そんなに知らんすよ。むしろ台置いてるところも無料で行く。いや、ちょっとそっちの方がいい、絶対言わん方がいい。まあでも本当に今回ね、僕これを機にねこの 2,3 年、はい、結構勉強しました。いろいろとまだまだ素人ですし、まだまだ分かってない打ち方も全然、素人の人からしたらね、はい、全然あれですし、それを機にね僕もねパチンコとかスロットに、ね、触れる機会が増えましたので、ぜひ皆様ね行ってくださってストーリーでねタグ付けとかねいろいろ SNS とか上げてもらえれば嬉しいです。ぜひね1枚握りしめてね来てください。すごいですよね、あれ本当に。いや、ほんまにすごいことだ。これは本当にありがたいです、はい、もう関わってくださった会社様、ね、皆さん、スタッフさん、本当にありがとうございます。この後オフショットでね、ちょっとどんな台かっていうのね、改めて詳しくね、取扱説明書動画みたいな形でね、ちょっと流しますんで、見ていただけると思います。ということで、本日ちょっと短い動画になりますけど、発表になりますんで、また追って SNS で、どこのホールで打てるようとかっていうのは発表していきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。
タイトルやっとですけど、事務所の方にこの実機が届きました、はい。今回ですね、皆さんの説明用に今から細かいテロップとかいろいろ入るんですけど、一応ですね、僕もちゃんとやるのは初めてなんで、先日ですね、大泉さんの方の、会社でやらせていただいたのは一応触りだったんですけど、今回、ね、自分のところに届いたんで、一番ビッグチャンスみたいなものに今入ってます。かなり熱い状態にします。ここまで来て、こっからの中どうなるかってちょっとこれ見せますんで。はい。はい、で、ちなみに、音声がいろいろ流れるんですよ。はい、なんとかなんとか、頑張れとか、いけみたいな。それは全部、僕の声です。すべて僕じゃない風に僕が聞こえるんですけど、全部僕の声なんで、結構もうそこまでこだわって。すごいっすね。全部やってます。もうこれもう3年前からやってます。その間に何にもマネージャー辞めてます。何にも辞めてます、その間に。いいね。いいや。この映像がだから、2年ぐらい前。これ2年ぐらい前、2、3年前のやつ、これが。あ、そうなんですね。の撮ってんのに。そう。あ、スタンドバイ、オッケー。スタンバイ、オッケー。おい。いやー、すごい。それも今言う、まだ全部俺の声。これも。なるほど。ここで確定、炎上確定みたいなこと出ればいいですね。あと5回のうちで、そのモードに入ればいいけど、ここがめっちゃ分かり道。ここがめっちゃ分かり道。ってことね。一瞬ここに今出てきたな。うわぁ。ら、これ出てくる。すごいな、自分の台が出るって。すごいっすよ、ほんとに。来い。きついかなぁ。やった。炎上。あんまりええ言葉ちゃうけどな。タレントが一番かけたい言葉やで。炎上だって。炎上だって。ああ。ハイパー、ハイパー、ボーナス。おらあのフロントガラス割るときにおらこれすごいやん。大炎上すごい。なるほどね。うわーめっちゃすごい。これはテンション上がる。なこれでめっちゃ豪華じゃない。本当にすごい。この感じとかダブルアタック。でもあれですね、やっぱこれからパチンコイベントあるとき自分の台打てますもんね。あったらこれだけ言っとくよ。俺の台入ってんのはいけへんで。マジで俺の台を大量に勝ったところはもうむしろ無償でいく。いや、俺覚えといて。大丈夫っすか。ちょっと嫌やけど。うん、これだけ覚えといて。なるほどね。何ゲームみたいな。何どうなんの。どっちかやね、これ上がるやつやな。はい、どっちかやね。よし。オッケー。セカンドアタック。うわ、待て。これがどんだけ上がるかやな。これがもうすごい分かり道やから。バカ。なるほどね。ではこのお金戻ると。はい、なるほどね。ダブルアタック、なるほどね。ダブルアタック。
最後逃げて笑ってもらった。まあこれで戻っていくってことね、さっきの繰り返しとかね、はい、まあそんな感じでね、詳しくね全部見せるわけにいかないんで、はい、またね店頭に並んだらタイミングで、あ多分並ぶスケジュールとかね納品していってとこなんで、多分年末ぐらいになってくる、最短でも年末ぐらいになってくると思うんで、下手しいワンチャン来年とかなるんですけど、より多くの店舗さんでね購入いただければ、いろんなところで楽しめるのかと思いますんで、いやでもほんまにさ台めっちゃ入れてもらってるところにはさ普通に営業行きたいよね、はい、それは行きたいですよ、台入ってんのでガチで行かないもんだ、無理じゃない自分の台あんのにさとか無理じゃないいやいや全然無理があるやろとか、はい、自分の台あんねんから、仲いいじゃないですか、ね、怒られますよ。はい、ということで今の大泉さん東京支店の方来てるんですけど、はい、見てくださいこれ大泉チューブ、これシャレでね、うん、こういうことでさ、こういう感じでいろんな写真のところを本来だったら関連動画が出るとか YouTube でとかの、うんうん、でここがほら1000万いいね、嘘つけ、いやこれほんまに楽しみ、うん、ぜひ全国のパチンコ店、パチスロ店さんですね導入していただきたいですよ、各メーカーさん、うん、バズらしたいです、いろんなとこイベント行きたいよ ね、こんだけ勝ちました負けましたみたいなことでね SNS 上げてもらってね盛り上げてもらえれば、はい、買ったやつだけリポストしますんでまずは俺が見せ場作りたいね、これ行って自分で、うん、そうですよね、もうパチンスロットが出るってなったら、はい、スロット代が出るって言ったらもう有名人よ、すごいっすよね、すごいことやったもん、はい、ほんまにユースとか入る前からやったプロジェクトやからですもんね、ほんまにね今まで、ね、これ関わってくれたスタッフさんとかね関係各所の皆さん本当にありがとうございます、お話始まってから3年ぐらいですから、こっからねほんある意味本当のスタートなんで、うん、これをね、まあ、その営業さんとか僕の SNS の力も含めてねやってくださったらね皆様を巻き込んでですねこの SNS を上げてもらって、うん、もうこの台を人気にしてもらっていろんなところで打てるようにね、どこでもね行ったらもう一番バズってるみたいな、うん、今までバズった台何なんでしょうか、ちょっともうパチンコスロットいろいろトータルいろいろいろんな台があると思うんですけど歴史上、うん、今までバズった台の中で台の中でも一番を超えたいぐらいの、はい、第2シリーズ第3シリーズ、うん、第4、5、6と続くぐらいもう出たら並ばないと打てないよっていうぐらいまでバズらしたい、はい、うんうん、的には結構ねがっつり出る系のやつじゃないですか、はい、演出的には、うん、楽しいですねこれは、ほんまにいやぜひちょっといろんな方がやっていただいてこれね写真とかね上げていただいてね、うん、盛り上げてくれてさってね協力いただけるのを楽しみにしますんで、はい、まあ、この台見つけたらすぐに売ってください、はい、はい、いやいいんじゃないこれやっとこれで完成やね、うん、やっと終わったこの集大成が、はい、もう今までねわけわからんねなんか演出とかいろいろありましたけどやっと終わりましたから、はい、もうこっからもあとこれやるだけパワーストーンとスロットだけこれねもうそれだけの専門チャンネルですから、最も良い運勢なのはお羊座のあなた、明るい笑顔に彼もドキドキ、ポジティブエネルギーで心をつかもう。さっつって4位は双子座のあなた、旅に関する話題が吉、6位は天秤座のあなた、彼との時間をいつも以上に大切に、深い絆が生まれる予感。8位は水瓶座の人、未来の話が相手の心をつかむ日。11位はヤギ座の人、友人との恋バナが明るい気持ちに、悩みも解決しそう。そして明日最も悪い運勢なのは、ごめんなさい乙女座のあなた、ストレスを解消することで恋愛運がアップ、リラックスする時間を大切に。でも大丈夫、そんなあなたのラッキーカラーはブルー。明日もあなたに幸せがありますように。恋愛専門霊媒師佐久野先生監修の公式 LINE はこちら。毎週恋愛や占いに関するお得な情報を無料配信中。
Swing around.